ましょうね親友。諦めずに消える明日に挑戦するけどすぐに下に落ちるよ。空いてる2号があれば楽に向こうの岸まで着くけど何回やっても何回やってもエアマンが倒せないよ。あの竜巻何回やっても避けれない。後ろに回って打ち続けてもいずれは風に飛ばされる。タイムレンダーも試してみたけど竜巻相手する意味がない。だから次は絶対勝つために僕は遺憾だけは最後まで取っておく。ライフももう少ししかない。そしていつもそこに行かんくなる。諦めずにエアマンまでたどり着くければすぐに残機なくなる。リーフシールドがあれば楽にエアマンを倒せるけど何回やっても何回やってもウッドマンが倒せないよ。この歯は何回やっても避けれない。後ろに下がって距離を通ってもいずれは距離を詰められる。タイムレンダーも試してみたけどあいつのジャンプは崩れない。だから次は絶対勝つために僕は遺憾だけは最後まで取っておく。アイテム2号があれば楽に向こうの岸まで着くけど何回やっても何回やってもエアマンが倒せないよ。あの竜巻何回やっても避けれない。後ろに回って打ち続けてもいずれは風に飛ばされる。タイムレンダーも試してみたけど竜巻相手の意味がない。だから次は絶対勝つために僕は遺憾だけは最後まで取っておく。